はい、ロード・オブ・ナイツは、街づくりシミュレーション的な部分と、カードを集めてデッキを作るカードゲーム的な部分、それと、オンラインゲームとしての MMORPG 的な要素が、組み合わさってできたゲームです。特にカードゲームとしての、デッキを作ったり、カードを成長させたりという部分になりますね。カードの、スキルや、特性がそれぞれ、ユニークなものがありますので、カードのデッキを組み合わせて自分だけのデッキを作るというのが面白い要素になります。ロード・オブ・ナイツは、私たちが自信を持ってお送りする、オンラインゲームになります。台湾の人たちにも、きっと楽しんでもらえると思いますので、ぜひダウンロードして遊んでみてください。はい、イラストのクオリティの高さですね。レアリティの高いカードはもちろんなんですけども、ゲームを始めてすぐに手に入るレアリティの低いカードも背景まで全部書き込まれていて、すごく魅力的で、可愛らしいカードからかっこいいカードまで揃っていると思います。はい、今イラストレーターさんの方で絵作成中なんですけども、先日私もラフを見たんですけど、かなり良かったです。ユーザーの皆さんにきっと喜んでいただけると思うので、楽しみにしていてください。はい、イラストレーターさんのおかげで本当に可愛いカードからかっこいいカードまでいろんなバリエーションのカードが揃っているので、ゲーム自体も楽しいんですけども、ぜひお気に入りの1枚を見つけてゲームを楽しんでみてください。ロード・オブ・ナイツは、カードゲームの要素以外にも MMORPG のような要素もありますので、ネットゲームが好きな、ユーザーに、きっと受け入れられると思っております。私たちはオンラインゲームが活発なアジアに非常に注目しております。台湾はアジアのいろんな情報が集まっていますので、ロード・オブ・ナイツも、きっと台湾のお客さんに、受け入れられると思っております。私たちのゲームは台湾の皆さんにきっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひ遊んでみてください。きっとハマります。